トカゲの王は、イルマ人間、著、ブリキ、ガのライトノベル作品。電撃文庫より刊行されている。守る月式、作画で、電撃魔王にてコミカライズが連載された。俺は超能力者だ。常識から一歩はみ出した異端者であり、俺の両目に宿った力と、それを持つ、俺自身には、世界を塗り替える資格がある。俺はそう信じている。まあ。 実際のところ、この両目は色が変わるだけで何の意味もないんだけど、家に帰りたくないのはお決まり、家庭の事情ってやつで、だから今日も俺はこのハイビルで能力開発にいそしんでいた。この両目に秘められた眠れる力が覚醒することを願って。なのに、そこには死にかけで指がない男とか、露出型な同級生とか、業界最強の殺し屋とか、 空中ジャンプできる男とか、とにかくそんな連中がわらわら群がってきやがった。俺が憧れていたのは、こんな世界だったっけ内容は、原作一巻の完結までで、全三巻。原作の差し絵で登場しなかったカエル、ヘビ、アメンボの三人は、本作でのみその容姿が確認できる。トカゲの大市2012年10月27日、発売。 ISBN 978から4から04から89万1052から1トカゲの王に22013年4月27日発売 ISBN 978から4から04から89万1540から3トカゲの王ー32013年8月27日発売 ISBN 978から4から04から89万1841から1。ありがとうございます。